こんにちは。今回は Google Chrome をメモ帳にということでお話をしたいと思います。通常パソコンでメモを取ろうと思いましたら、メモ帳とかワードを開いて、そこに書いていくんですけれど、なんと Google Chrome をメモ帳にすることができるんです。直接ブラウザーにメモを書けるんです。今回はそのお話をしたいと思います。はい、 Google Chrome のトップ画面です。ここのアドレスバーに、このような文字列を入力します。よいしょ。はい、これね、入力をしました。そして入力終わりましたら、ここエンターキーを押します。そうしますと、何もない、空白なページに変わりました。そしてここをクリックします。なんとカーソルが点滅を始めました。でここで簡単なメモを入力することができます。すごいでしょう。このページをリロードしますと、もちろんメモは消えますのでご注意ください。頻繁にちょっとしたメモを残したいという方は、このページをね、ブックマークバーに登録しておくと良いかと思います。クリックします。でこれ名前をメモ帳にしときましょう。フォルダーブックマークバーでいいです。完了します。はい、これで、ブックマークバーにメモ帳が登録されました。Google でニュースを見ていて、ちょっとメモを取りたいなと思ったら、ブックマークバーをクリックして、メモ帳を開いて、直接メモを入力することができます。今回は Google Chrome をメモ帳にというお話をしました。結構ね、簡単にメモが取れるので、使えるのかなと思います。試してみてください。それではこの辺で失礼します。